はい、秋田市中心市街地の話題をゲストに紹介する町中応援委員会のコーナーです。今日の話題はこちら、教えて町のおすすめスポット第4回リソグラフ体験会。よよよよ。はい、今日はこちらの話題についてゲストに秋田市文化創造館の足立さやかディレクターにお越しいただきました。ディレクターよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。足立、はい、なかなか秋田県ではないんですよね。なんかもともとルーツをたどると岩手の方に名前があるみたいなんですけれども、はい、あの出身は北海道なんですけれども。そうなんですね、はい。でまあ、そんなまず足立さんがいらっしゃるこちら秋田市文化創造館について、まあ、ちょっとご紹介をお願いします。はい、まあ、文化創造館、皆さんが、うん、あのまあ何かをやりたいとか、何かこうくすぶってる思いがあったりとか、そういったことを、まあ、小さな思いみたいなものを、うん、あの一緒に何かやりませんかっていうふうに応援する、さあの一緒に作ってみようっていう、そういう施設です。なので、まあ、あの自由にその場、まあ、県立美術館だった跡地を、うんうん、まあ、3年前にリニューアルオープンした場所なんですけれども、はい、まあ、広い場所があったり、あのいろいろとあの小さく借りるスペースもあったりするので、まあ、何かちょっと やってみたいなみたいなことだけど、そのイベントとして実際にやるってなると、うんうん、あのすごいハードル高いじゃないですか。ね、うん、だけどそれをまずじゃあでもやってみようっていうふうにあの応援してみるんで、まあ、やってみてじゃあ何か新しい課題が見えてきたりとか、まあ、失敗したけどじゃあ次にどうやって生かすかっていうことを考えたりとか、まあ、そういうことをまあ一緒にみんなで作っていこうって、そういう場所ですね。それも市民はどなたでも借りられるんですね。市民もそうですけど、まあ、他の県外、国外からも結構あのちょこちょこと利用が増えてきている感じでございます。まあ、その具現化させていくために、足立さんのような方々が、まあ、サポートしてくれる、はい、ということですけども、そのまず足立さやかさんとはどんな人ぞやというのです。簡単なプロフィールをお写真でまとめているのでこちらご紹介します。はい、ババン、はい、足立さやかディレクター。漢字が多いですね。多いね、すいません。はい、北海道生まれ、はい、武蔵野美術大学芸術文化学科卒業、はいはいはい、文化施設や団体で勤務したほか、展示会の制作、あとアーティストのマネージメントもやってらっしゃるんですね。ま、やってるな、やってた、そうですね、はい、あの、まあ、分かりやすく言うと、うん、例えば美術館とか、うん、まあ、展覧会の制作をしたりとか、まあ、アーティストが新たに何かを作りたいっていうところで一緒に制作するためにあの並走したりとか、まあ、そういったことをしてきました。だから、まあ、例えばアーティストが何かをやりたいっていう時って分かんないじゃないですか。既存のものではなくて本当に新しいアイディアっていうものをじゃあどうやって実現するんだろうみたいなことを、まあ、一つ一つ丁寧にあの組み立てていくっていうようなことを、そういう現場にいた感じです。で、まあ、そういう足立さんが今回はこのスタジオにお越しいただいたこのテーマとしては、まあ、このリソグラフ体験会ということですけども、はい、まあ、そもそもこのリソグラフって何ぞやなんですけど、はい、リソグラフって聞いたことねえでな。ないですね。リソ。リソ。リソ。グラフってあのグラフ。違う。で？あ、分かんない。フォトグラフのグラフ？どっち？あのちょっと詳しくは、うん、あの Google で調べていただく。了解です。あのまあ、分かりやすく言うと、うん、あ今やですね。そうですね。テレビの見てる方々は。まあ、これもちょっとわ難しいですよね。あのプリントごっこってご存知ですか？ありましたね。昔年賀状を作るために皆さん家で、うんうん、こう。作っパッチンパッチン、ね、カシャンカシャンと、はいはい、あんな感じで版を作って、うん、であのそれを、まあ、インクをこう穴から出してあの、まあ、印字させる、まあ、うん、一種の版画技術ですね。え、通称リソってあるけど、このリソってじゃあこの理想科学工業製の略してリソなの？理想の略なんだ。デジタル交番印刷機、理想科学工業さんにぜひ説明してもらって、それも Google でね、はい、私そこの専門家じゃないので、ね、あのちゃんと間違ったこと言っては困るから、了解しました。突っ込まれるとちょっと、ということだそうです、すいません、弱い、ごめんなさい、はい、ということだそうです。で、実際今日はなんかその理想グラフで作られたものを今足立さんにお持ちいただいてるんですけれども、そうですね、まあ、それも見せていただいてもいいでしょうか。理想グラフのことを、まあ、口で説明してもちょっと分かりにくいかなと思うので、うん、はい、まあ、百聞は一見にしかずで、あの実際に作ってみよう、触ってみようっていう機会をやっております。はい、はい、で、まあ、これ実際に作ってみたものなんです。参加者の皆さんと作ってみたんですけども、うん、
こういう感じで。なんか作業中になんかちょっと抜けてきた感ありますね、足田さんの手が。あ、すいません。ちょっとペンキ手ついてて、ね、ちょっと後でまた説明しますね。ちょっといっぱい話したいことあるんで、ごめんなさいね。大丈夫です。ゆっくり行きましょう。一個一個行きましょう。黒、まあ、あのうちの創造館にあるリソのプリンターを、はい、活用して。で、はい、まあ、実際に皆さんで冊子を作ってみようという機会なんですけれども、うん、まあ、こう、まあ、ハンガーの技術なので、まあ、一枚一枚ちょっとずつあの味わいがあるんですよね、うん、かすれがあったりとかすれがあったりとかちょっとずつ、まあ、あのインクの糊が違ったりとか、そうそう、ずれたりとか、色合いの濃淡があったりとかね。そうなんです。だから、まあ、例えばそのデジタルに慣れてしまうと、うん、まあ、パキッとしっかりしたものができるかもしれないけど、うんうん、理想だとちょっとあのそういう感じで味わいのあるものっていうもの、粗があったりムラがあったりするのが、うんうん、まあ、かえってこう良かったりね、良かったりするっていうような、ね、オリジナルのものができるっていう、そこがまあ魅力だったりして、うん、結構これをあのリソグラフの技術を使って小冊子を作ったりとか、うんうん、それこそアーティストとかデザイナーの方が何かこう自分の表現を、はいはいはい、あの小冊子のような形でまとめてあの販売するようなあのこともされたりしてます。なんかおしゃれな喫茶店にありそうな、カフェにな、そうです、ありそうなやつだな。フリーペーパーとかでな。あ、そうですね、フリーペーパーとしても使えますし、うん、なんかね、チラシとして例えばこれ使うと、まあ、ちょっと他とあの印象が違うので目を引くかもしれないです ね。でそれを実際にじゃあ作れるというのがこの今回のこの体験会。はい、そうですね、まあ、実際にリソをちょっと楽しんでみましょうという体験会を、まあ、大体月に1回ぐらいの程度で、はいはい、あの行っているんですけど、次回が明日ですね。明日ですね、はい、1月20日の土曜日午後1時から、はい、で秋田市文化創造館で参加無料で定員が10名で先着順ということですね、はいはい、みんなでまあこういう形で明日は町のおすすめを、うん、ぜひ教えてくださいって、まあ、それを皆さん書いていただいて、はいはい、であのこういった冊子にあのまとめるっていうことをしたいと思っております、うんうんうん、まあ、この冊子できたものは皆さんお持ち帰りいただくっていう感じですね。行きつけの定食屋さんやホッと息つける場所など、はい、自分が好きなスポットの魅力を1ページにまとめたザ・ジン、ジン、ゼン、まあ、マガジンのジン、ね、マガジンのジン、はい、だまあ、そう言われてもあまりまだパッとなんかピンとこない。まあ、そういうあのカルチャーがまあると認識していただいて、小冊子のことをジンっていう、そうですね、はい、オリジナルな、もう本当に何だろう、印刷所とかを通さない、もう本当に小冊子、うんうん、小部数のものっていうのを、まあ、ジンって呼んだりしてます、はい、で、まあ、今回これ4回目で、うん、まあ、今日のテーマ、この今回の4回目のテーマが街のおすすめスポットということですけども、はい、じゃあ要は過去に3回やってこられたと思うんですけども、うん、じゃあその過去3回 の、まあ、あのお写真もいくつかいただいているというので、うん、それをまあ皆さんにご覧いただきながら、はい、足立さんにちょっとねお話ししていただきたいと思います。まあ、こう物を作るっていうことに、まあ、関心がある方が、うん、まあ、あのおしゃれだな写真。うちのスタッフが撮っております。おしゃれだわ。はい、あの自分のおすすめ漫画を紹介してみたりとか、好きな本のデザインとか、うん、そういったものをあの皆さんに書いていただいてまとめたりしています。実際にそのリソっていうものを皆さんあのどういうふうに印刷されるのかっていうのを初めて見ていただいて、うんうん、あ、このこんなふうに表現できるんだってことを楽しんでいただいて、リソクラブって書いてあるんだね、はい、ホワイトボードではね。そうです、ね、実際じゃあそのプリンターみたいなやつがそのリソ、うん、そうですね、形としては今もう本当オフィスのプリンターぐらいのサイズ感のもので、うん、あのこうガシャンガシャンと擦れる、擦っていく、で、すごいあの速度で、あの新聞とかもリソグラフで擦られてたりするんですけど、すごい速さでペペペッと擦れるもの。新聞で今はカラーだけども、あれもじゃあそのカラーでやれるようなリソの印刷機もある。そうなんですかね、ということなのかな。あまり踏み込まない方が良さそうだな。そうですね、だな、はい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 、うん、多分あのどうなってるか詳しくはごめんなさい。大丈夫です、大丈夫です、はい、すいません。で、まあ、あのうちの場合は、まあ、うん、赤と黒のインクなんですけれども、その辺もあのいろんな色が選べるってことで、うん、まあね、あのこういう体験会でいろいろリクエストがあれば
今後予算が許せばなんか展開していけたらいいなとも思うんですけど、ちょっと朱色に近いですね。そうですね、なんか習字のこうね、うん、修正するような色合いで、ね、でもまあこの2色だからこそ表現できること、ね、っていうものをまあ皆さん考えていただけたら、むしろ、うん、色味綺麗ですね、はい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってます、はい、ます改めてじゃあこのねイベントについてじゃあもう一度皆さんにご紹介したいと思います、はい、リソグラフ体験会明日1月20日土曜日午後1時から、会場が秋田市文化創造館で、参加無料、定員10名先着順ということでですね、持ち物が筆記用具とか切り抜いた写真などね、ぜひお持ちいただければということで、ただインクは赤と黒の2色のみということなので、ぜひ皆さんのおすすめスポットをですねご紹介してみてはいかがでしょうか。あとなんかちょっともう一個あれですよね、そのリソグラフについてお知らせもあるそうですよね、うん、そうですね、うん、実際にリソを楽しんでもらったと後に、うん、まあ、実際に自分でもっと踏み込んで小冊子作ってみたいなみたいな方、ジンを作りたいという場合はね、はい、まあ、まあちょっと有料にはなるんですけれども、うん、印刷機をまあ使える日っていうものをまあ設定してますので、はい、ぜひ何か自分のものを作ってみたいっていう方、お問い合わせいただけますと嬉しいです。ぜひぜひ、それ秋田市文化創造館にお問い合わせすれば大丈夫、はい、ということですね、はい、よろしくお願いしますと言っても今日はここまでで終わらないんですよね。リソグラフ体験会という話題でしたけれども、紹介したいことがいっぱいありすぎてあるということなので、じゃあぜひ次の話題をぜひ、ね、はい、こちらの方ご紹介お願いします。はい、明日1月20日から2月の4日まで開催するパーク生きると作るの庭という展覧会について、ぜひパーク、はい、生きると作るの庭、はい、これ1月20日これも明日からですね、はい、2月4日、ね、日曜日まで、はい、で火曜日が休館ということですけども、はい、まあ、文化創造館等で開催するんですけれども、うん、まあ、約2年にかけてクリエイターの方々が、はい、まあ、秋田に住む市民の皆様と一緒に秋田の文化をリサーチして、うん、でまあ、クリエイターの視点でいろいろ掛け合わせながら新たな表現を作っていく、生み出していく、うん、そんなプロジェクトなんですけれども、うん、まあ、秋田の方々皆さん物を作っている方だったり、まあ、畑で野菜作ったり、はい、米作ったり、うん、家作ったり、そういう方々すごく多いと思うんです、はい、まあ、そういった方々がもう本当当たり前と思っているようなことが、うんうん、もう実はもう素晴らしい技術だったり素晴らしい視点を持っているっていうことを、まあ、クリエイターが斜めな視点からもう再発見するようなこと、うん、で、なるほど、そこでじゃあ新しい、まあ、技術と視点を掛け合わせて新しい表現を編み出してみようというようなこともちょっとトライしてみたりしてます。それがこのパーク生きると作るのには展覧会、はい、ということですけども、じゃあ実際どんなものが例えば見れたりとか、うんうん、お話が聞けたりとか、はい、あともしくはなんか体験できるのかっていうのをぜひちょっとこう淡々とこうご紹介いただければと思うんですけれども、はいはい、どうしよう、そうですね、はい、3組のクリエイターにまずは関わっていただいているんですけれども、うん、これでも1組目ですね、はい、秋田市に映画館をミニシアターを運営しているアウトクロップさん、はい、アウトクロップさん、はい、彼らはもともと有楽町という、まあ、秋田市から川端からちょっとの歩いたエリアですね、はい、のあたりに、まあ、映画館がかつてたくさんありましたね、はい、はい、見てました、見てました。その頃の、まあ、様子を知っている方々にいろいろと思い出話を伺ったりとか、うん、まあ、そこで映写をしていた、映写技師として働いていた方もいらっしゃって、まあ、そういった方からいろいろとお話を伺ったりしながら、うん、街に映画館があったり、まあ、映画を見る人がいるってどういうことなんだろう、そこがあると街ってどういうふうに豊かになっていくんだろうみたいなことを考える新作映画をですね、なるほど、はい、アウトクロップさんに作っていただきまして、はいはい、でまあ、今度1月22日にアルベここで、はいはい、上映しますので、アフタートークもあると、そうですね、まあ、それ先立ってでも1月20日土曜日、はい、1月28日日曜日ですね、そうですね、2月3日の土曜日にこの3日間は、はい、秋田市文化創造館で、はい、こちらの展示会場の中でも上映会を行うんですけど、うん、まあ、しっかりした音響設備でアルベシアターさんで、なるほど、1月22日、はい、来週月曜日ですね、せっかくなら見ていただきたい、はい、ぜひぜひこちら、はい、おかえり有楽町ぜひご覧になってみてください。では次はこちらですね、ババンと、はい、出ました、はい、ね、身体ゼロベース運用法、安藤隆一郎さんです。いろいろツッコミどころがたくさんあるんですけども安藤さんもともと染色作家、はい、染色染め物の技術ですね、うんうんうん、をやってらした方なんですけれども、物を作るっていうことは体を動かす、
ていうことと、まあ、ニアイコールである。なるほど。でその体を動かすっていうことがどういうことなのかっていうことを、まあ、着目してそこにまつわる作品をいろいろ制作してきたり、まあ、ワークショップしてみんなで一緒に体について考えようっていうことをやってこられた方でして、まあ、拠点は京都なんですけれども今回秋田に、まあ、2年にわたってたびたび来ていただいて、はい、山や森にまあ、山や森のプロフェッショナルと一緒にですね、うん、中に入っていただいて実際に山の中でこう歩いたりとか山でこういい道具になりそうな枝を見つける視点、うんうんうん、もうその発想力というか、うん、その着眼点みたいなところにすごくで実際このお写真のこの道具のこの工具はそのじゃあこう二股に分かれた枝を切って作られた工具その枝 の, その自然に生えてきたその造形ですね、うんうん、それをじゃあ自分 の, 暮らしの道具としてどう活用できるかもしかしたらあんな風に使えるかもなみたいないろんな発想力が必要にはなってくるんですけれども、うんうんまあ、かつて今はホームセンターに行けば便利な道具がたくさん揃ってるからいろいろと活用できると思うんですけど、まあ、山にも実は材料たくさん揃ってるよねって、うん、ちゃんとそういう見方で見れば山も実はホームセンターだよみたいな、うんうんはい、そんな発想でいろいろと、まあ、一緒に枝から道具を作るワークショップなんかを実施したいと思ってます、うん、こちらは1月21日午後2時からというのは山のホームセンター実践編ワークショップですね、はい、こちらの方あるということです、はい3組目の方はどんな方でしょうか、はい、ワイナイ京子さんという美里町京子さん、はい、美里町拠点に活動されているデザイナーの方なんですけれども、はい、彼女は、ま、人間が持つ五感をフルに生かしてですね、はい、いろいろと表現をしようとしているんですけれども、うん、今回は雪室、秋田で、まあ、屋外で野菜なんかを、うん、長期に貯蔵する、はいはい、技術でそれが実はその発酵させることもできたりもうより野菜が甘くなったりすごく美味しくなることをがあるで例えば、まあ、去年ちょっと実際に実験的にやってみたんですけれども、はい、リンゴとか、白酒粕ですね、はいはい、とかがすごいもう酒粕がクリームチーズみたいなこれ実際このお写真がそれなんですねあそうですでリンゴもより甘くなったりしてもう2ヶ月間ぐらい外でその今泉州公園の中に、うん、雪室、まあ、室を作らせていただいていて貯蔵してるんですけどそれで置いとくだけですっごく美味しくなるもう味変されてる味変されてそこにびっくりしましていろいろ溝ないろんな出来事がある中で、うんうん、自分たちがこうサバイブしていく技術であったりとか人間がどういうことをやったらいいのかってことをいろいろ気づかされるようなでもぜひ2月4日にその食材を試食できる会を設けてます無料なので2月3日の土曜日前日がまず開封の儀が、はい、そうですねでその次、まず中身を見て翌日の2月4日日曜日午後3時から、はい、実際その雪室の貯蔵された食材を使って試食会を行われるということです、はい、すっごい美味しいものが去年は食べれたので今年も大期待してますはい、はい、そして最後の話題はこちらですねダダンとドドンとはいまあ、いろいろクリエーターの方々の表現、うん、作品を見るだけでなくトークイベントなんかで市民の皆さんにもいろいろクリエーターの発想力知ってもらう機会を作れたらなと思って、うん、おりますで、なりわいを起こす表現を編むというトークを行うんですけれども、次のスライド岩手県の花巻市で、スケートボードパークを運営されている佐々木大地さん、はい鳥取の方で、ゲストハウスであったり、まあ、デザインなんかを、うんうん、起点に活動されている茶谷理恵さん、茶谷さんで、古着を活用したファッションブランドを展開している山下光さん、うん、この3社に、はいはい来ていただいて、うんまあ、実際に自分たちでなりわいを起こすとはどういうことなのか、うん、でそれが、まあ、新たな表現になっていくよというような話ぜひ、はい、実践を聞いていただきたいなと思っております、うんで続きにこのじゃ育むというのとあと残す
はい、というのでね、2つあるということですけども、なんと時間がそろそろ迫ってきているということですのですいません、ざっくりとですね、はい、この育む、今皆さんご覧いただきましょう、はい、パーク生きると育む、まあ、実際にあのパークの皆さん、あ、パークのプロジェクトの中で、あの市民の皆さんに創造館の中で野菜を育てるっていうことをしていただきました、はい、まあ、その中でいろいろと皆さんが持っている技術を集約する、うん、まあ、そのコミュニケーションを取るっていうような場を作って、はい、うん、よりあの新たな視点であったり、あの面白い場を作っていくというようなことが行われました、はい、ぜひぜひ、はいはい、あとじゃあ最後残すですね、こちらね、ありますけれども、で、まあ、そういった一連の活動をですね、うん、まあ、今回の展示などで残していって、うん、まあ、これが一過性のものではなくって、じゃあこの技術であったり視点みたいなものを、じゃあ今後どういうふうに、はい、皆さんは考えたり作ったりしますかっていうようなことを継承するようなことを意識して活動しております、はい、ちょっとね、話題が盛りだくさんすぎてちょっと時間が短すぎ、すいません、ね、いや、とりあえずも逆にね、こちらの方が申し訳ないですけど、最後に、うん、足立さんの方から、椎名ちゃんをご覧いただいている方々にこのイベントについて改めてメッセージをお願いします、はい、まあ、リソグラフも、パークの方も、うん、まあ、最初何だろうっていうふうに分からないなっていうふうに思うかもしれないんですけれども、まずは見ていただいて、ね、体験していただいて、うん、食べていただいて、ぜひお楽しみいただけたらと、はい、うん、思いますので、はいはい、よろしくお願いします。ぜひ体験しにいらしてください、はい、今日の町田公園委員会、教えて町のおすすめスポット第4回リソグラフ体験会、そしてパーク生きると作るね展覧会について、秋田市文化創造館の足立さやかディレクターにお越しいただきました。足立さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ごめんなさい、時間なくてね、改めて、いやいや、まあ、ちょっとなんか僕がやりたいね、これね、ぜひ、お願いします。